バレーボール男子日本代表の高橋愛が8日、自身のインスタグラムを更新。ディオール表参道で開催中のディオールメンテイラリングに行ってきましたと綴り、黒のスーツ姿の写真を投稿した。高橋は6月にフランスのファッションブランド、ディオールのアンバサダーに就任。バレーボールを通じてスポーツとファッションの世界の架け橋になれるよう、精一杯頑張って参ります。 などと意気込んでいた。この日の投稿には、188センチの高身長で着こなす高橋の姿にファンも悶絶。どうしてそんなにイケメンなのモデルさんも顔負けしちゃいますね、とコメントが寄せられたほか、海外のファンからも英語やスペイン語など各国の言語で、とてもハンサムボーイ、美しい、などと声が上がった。